選んだのは2年目の川村だった。将来のエースとしての期待を込めた選択だった。その川村が先頭打者にヒットを1本許しただけの完封で見事に権藤の決断に応えた。長いですよ、一射目は長い。緊張しますね。今日みたいに好投してるとすごい、去年以上にやっぱり自分はピッチングコーチかなと思いますよ。思わず漏れたその本音が、監督という名のピッチングコーチ権藤の長いシーズンの始まりだった。権藤さんと谷繁は気づいてたんですけど、多分涙目だったんですよ。私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない。この日がいつか来る。権藤さんがいつも言ってたのは、近鉄のああの思い出せと。二人が出会った時に知っていたはず。私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。9回裏、矢野が放った打球は今私のまさかのサヨナラ負け。佐々木は2年ぶりに負けた。その日は父の命日だった。翌日9回裏、再び1点リードでマウンドに佐々木。バッターは再び矢野。誰もが抜けたと思ったその瞬間、来そうだなっていう雰囲気はあったんですよね、なんとなしに。目つぶって飛び込んだら入ったって感じですけど、左腕の怪我を押してこの回からサードに入った進藤。痛みが残るその勇気が、しかし大魔神佐々木伝説も崩壊の危機を救った。残る回は1回、点差6点。ここから奇跡の大反撃が始まる。しかし本当の奇跡は12回に起きた。ピッチャー阿波野、ランナーは2塁、ボールはセンターを越えていく。その時はものすごい息に感じたっていうか、その瞬間球場の時は止まった。阿波野さんの一生懸命な姿に僕も感動して。勝ちに等しい引き分けだった。勝利は手の中に収まったはずだった。同点に追いつかれたその裏、野球の神様は
石井にチャンスを与えた。球史に残る大打撃戦はこのフォークでピリオドが打たれるはずだった。佐伯は同じ球を待っていた。同点。疲れたみたいな、もののけに疲れたようなゲームはもうこのところそればっかりですよね。最後は最後ですよ。中継ぎのローテーションも考えてやろうと思ってますけどね。38年間待ち続けた明かりがこの夜ついに灯った。歓喜の胴上げまでいよいよあと1球です。表情を崩さないゴンド。マウンド上佐々木、キャッチャー谷繁のバッテリー、ゆっくりとセットに入ります。さあ佐々木、投球6球目、対6球を投げました。空振り三振、試合終了。それが瞬間崩れ、初めて見せたガッツポーズ。38年ぶりの優勝です。歓喜の輪ができました。喜びの輪はマウンド上です。私は選手の力でここに立ってるだけで、38年やっぱり監督コーチをやられた方、それから、プレーされた選手、その全てがこの一試合に凝縮されたと思ってますし、やっぱり選手の力です。もうこれは、もうこれ以外何もありません。